南海一万千一系電車。南海一万千一系電車。南海一万千一系電車は、南海電気鉄道に在籍した、優等列車用の電車。本校では、旧型車器気流用車である一万二千一系電車、及び本系列の改造車である千系電車、初代についても記述する。一万千一系は、南海電気鉄道発のカルダン駆動車である。 1954年から1962年に、かけて5両編成3本、15両4両編成5本、20両2両編成4本、8両の合計43両が、帝国車両工業、後に、東急車両製、現、総合車両製作所に、九州合併で製造された。また、1954年には1万1001系と、 同一の車体ながら吊り掛け駆動車とした12001系2両編成2本、4両が近畿車両で製造された。後に編成組み替えを数回行い、12001系の11001系への編入を経て、最終的に6両編成2本、12両5両編成7本、35両となった。1954年に制御電動車 MC である。 もは1万 1001K1 万1001から1万1008、もは1万 2001K1 万2 0 0 1 1 2零0それに制御者 TC である、区ハ1万2 8 0百1 k 1万2801.12802の3形式12両が製造された。もは1万1001型は、奇数番号車と偶数番号車でペアを組んで、もは1万2001型と、 区派12801型もペアを組んで、それぞれ2両編成を最小単位として、これを2組み合わせた4両編成で運用された。ただし、これらのグループは2両単位での使用も考慮されていたため、2両で当時運行されていた南波住吉公園、現、住吉大社間の各駅停車や天皇寺支線に入線する場合もあった。また11001系についても一部で編成を、 分割した片割れのモハ1万1000型を別の編成に増結して3両編成として運用する例も見られた。ナンバー。車体は2001系最終増備車の流れを組む窓配置であり、全面貫通扉付け20メートル級に扉という構成はこれと共通する。ただし当時私鉄各社が競って製造していた。 高性能車群に習って構え対抗作りが順調構造となり構え体の基本部分に高校長力校を用いることで事情の大幅な軽量化を実現している外観上は雨戸い取り付け位置が低くなりノーシルノーヘッダー構造となったことで平滑かつ実際よりも長く見えるエクステリアデザインとなった塗装は車内故障を オリエンタルグリーンと称する淡い緑色を基本とし、前面倉下から側倉下にかけてエメラルドグリーンの細体が巻かれた。車内ではオール転換式、クロスシートをシートピッチ 905mm で配置し、荷棚下には読書灯を設置するなど、戦前の伝統が受け継がれる一方で、車内照明への蛍光灯の採用、扇風機の設置など、 接客設備の向上も図られた。11001K では、主電動機は、東洋電気製造 TDK-822A、主制御機は、日立製作所 MMCHB11、電動発電機は、東芝 CLG-305 を採用し、独立した電動車を連ねた全電動車組成とした、ため、全車、ナンバ寄りに、パンタグラフとして、 東洋電気製造 PT-35S、Z が搭載されていた。また、制動方式は、営動差弁に中継部を付加し、発電制動と連動する三菱電機余る D 自動空気ブレーキが採用され、空気圧縮機は三菱電機 DH-25、台車は中高性ウィングバネ式台車である、住友金属工業 FS19 が装着された。駆動装置は、 機関1 6 7 m m 向けとしては日本で初めて東洋電気製造が開発した中空軸平行カルダン駆動方式を採用した。狂気では元来車輪間のバックゲージの制約から次手寸法の大きな WN ドライブの採用が困難であり、そのためカルダン駆動化には構造が複雑な直角カルダン駆動方式を選択するほかなかった。しかし、 11001系における中空軸並行、カルダンの成功により、保守上の理由などからカルダン駆動車の製造を渋っていた国鉄でも、その導入に動き出し、やがてそれは101系として結実した。もっとも11、11001系設計の時点では、中空軸カルダン駆動といえども、大出力電動機の採用は困難であり、このため低出力の主電動機を全車に、 そうする全電動車法を取らざるを得なかった。一方、12001系は、新車製造コスト節約を目的として、もは2001系造備車用として購入されたものの、使用されず、長らく天下茶や工場でストック品となっていた、主電動機を流用したため、従来通りの吊りかけ駆動とされ、編成も、大出力折りして、MT 比1、1-1M1T 編成とされた。 このため、主電動機は三菱電機メガバイト -186、アフア、主制御機は心臓の東洋電気製造 -20 オーストラリアドル、単位スイッチ式、低使用発電制度オフ、電動発電機は東芝 CLG-305 を採用し、パンタグラフはモハ12001系のナンバよりに、東洋電気製造 PT-35S、Z が搭載された。また、 制動方式は三菱電機アマルィ、モハおよびアター、クハ、空気圧縮機は同じく三菱電機 D-3F で、台車は11001系の FS19 と、同系であるものの大型の大出力釣りがけ式、電動機を操化するために軸距離が 500mm、延伸されて 2600mm へ、車輪系も 860mm から 914mm へ、 それぞれ大型化された、ビングバネ式台車の住友金属工業 FS18 を心臓の上で装着した。1956年から1962年にかけて、制御電動車 MC である、もは 11001K119 から11022と、中間電動車 M である、もは 1100K1100 から1120 11の、 計三十五両が製造された。1五十六年の製造開始当初はモハ 1, 000, 1, 100, ハ 1,、もは一万千一もは一万千百もは一万千百もは一万千一の四両固定編成であったが、1五十七年度増便編成以降は、もは一万千百型を一両追加し、もは一万千一もは一万千百もは一万千百もは一万千百もは一万千一の五両固定編成と、 なった。なお、もは一万千百型は、奇数偶数の区別なく、全車同一仕様で製造されている。ナンバ。ー。車体は、基本的に初期車と同様であるが、先頭車は、反流線形、全面機関通型に迷わどのいわゆる、湘南型となった。そして、雨鳥が屋根町に移動して、超上屋根になり、構え対向づりの一部見直しで、 車体裾部に丸みがつけられた。ダークグリーンの細体も全面は金太郎塗りの塗り分けラインとなり、線形、初代への改造後も、新ヒ,ヒゲの新車の略と呼ばれて親しまれるようになった。これらは20メートル級車体を除き、高野線用の2万線形およ及び旧型車機器流用車の2万1200系にも受け継がれている。車内も、 混雑時の乗降を容易とすべく、車端部をロングシートとし、側扉間を転換式、クロスシートとした、セミクロスシートを採用した。後に、初期車も車端部は、ロングシートに改造されている。制御方式及び主要機器類は1万1 0 0 1軽初期車と同様である。また、初期車と区別するために便宜的に、一万1 0 0系と記述している資料もあるが、 正確には、初期車、後期車ともすべて1万1001系である。1954年に第一陣が竣工し、同年10月のダイヤ改正より、運転開始した、南海本線、南波和歌山市間の特急、流陣、1955年4月21日の、ショートカットで駅名を境に変更、泉大津、岸和田、海塚、泉タスクに停車、急行、従来より、 設定で華々しくデビューを飾った。静かで乗り心地の良い本系列の収益開始は平行線であり、かつて南海鉄道時代には同一資本の下で運営されていた国鉄阪和線利用客の不満を増大させた。このため、戦時買収線に対するものとしては異例の措置であったが、 当時の最新鋭車である70系電車の直接申請配置という緊急対策を講じることをシールなど絶大な影響を国鉄に与えた。この成功に気を良くした南海は特に好評であった1万1001系の増備を決定し、1956年には4両固定編成として第二次車の投入を開始した。また、 同年に、和歌山湖線和歌山市和歌山湖、後の築工町、現、廃止管が開業すると、本系列の運転区間も南場駅、和歌山湖駅間に延長された。これにより、和歌山湖小松島港、現在は徳島港の航路に接続することで、関西四国間の最短ルートが形成され、大四国連絡優等列車用をはじめとする南海本線の代表車種として、 1 1 0 0 1系と1 2 0 0 1系は流星を極めることとなった。さらに1962年4月12日には、それまで18メートル級のモハ1201型を出力強化したモハ1551型が同系のクハ1 9 0 1型と共に重当されていた四国連絡急行、阿波号を特急に格上げの上で1 1 0 0 1系に置き換え、 同時に、高知連絡特急と、佐号を新設し、そちらにも同計が充当された。また、1963年12月1日には、これらの列車に特別料金を徴収する、座席指定車を設定、和歌山港より1から2両をこれに当てた。1964年12月1日には、南海汽船に就航した、カーフェリー、キーマルに連絡する、キー号を新設し、 こちらにも1万1001系が充当されている。各して、アワ、土佐、キ伊が出揃い、陰心を極めた四国連絡特急であったが、1968年10月1日のダイヤ改正で特急四国号に名称統合され、停車駅も新今宮、1966年12月1日開設、堺、岸和田、和歌山市に整理、変更されている。 1960年代後半に入ると、4両、編成、1万1001系初期車、1万2001系は2両、編成2本の並結5両編成の1万1001系、1万2001系は輸送力不足が目立ち始めた。このためまず1969年に、少数派であった1万2001系をもは1万2001系の伝送解除と付随者化。 福波12801系の付随者化を実施の上11001系への編入が行われた。これらは当初4両編成で運用されていた、も派11001から11004.11005から11008の2編成と一部の11001系5両編成に挿入され、それぞれ5両編成、6両編成化を実現した。 これらは不随者であったため組込み先編成の性能低下を招いたが、この時期南海本線の輸送状況は逼迫しており、また河川電圧の昇圧実施が目前に迫りつつあったため、将来の車両運用計画を考慮すると、他に選択肢がないのが当時の実情であった。1973年10月、岸川線を除く南海線で、 河線電圧の直流 600V から直流 1500V への昇圧が行われることとなった。しかし他の系列と違い、1 1 0 0 1系は初期高性能車であり、直流 600V 専用として設計されていた主要機器類、特に主電動機と主制御機の改造が困難であった。このため特急の運用に必要な最低限の量数のみ、車体を流用して、 主要機器類等の大改造、詳細は術を実施することとし、後期者のうち車例の若いラストナンバーから逆順にもは1万1001系8両、もは1万1100系16両を抽出の上、6連4本に再編成して1000系へと解消された。一方、それ以外の23両については1973年から1974年に、 かけて除籍することとし、一万千一系は形式消滅した。除籍車は順次解体が進められたが、昇圧が困難であるだけで、製造から十から二十年ほどと車齢が若く、状態も良好であったことから、もは一万千一系初期車三両、一万千一点零四零八後期車六両、百十万九百十四の、軽給量が、軽福電気鉄道福井支社、 現、越前鉄道へ譲渡され、同社3000位一型となった。南海電気鉄道鉄道線前線の河川電圧が、直流 600V から直流 1500V へ、昇圧される際に、1万1 0 0 1系置蛍車の一部に、主要機器類等の更新改造を施した車両である。1973年から1974年に、かけて6両編成4本。 合計24両が改造された。種車となったのは1957年以降に製造されたモハ系、もは1 1 0 0 1一1 1 0 1 5から11022と、もは1 1 0 0一1 1 0 5から1120で5両編成を6両編成に組み替えたため、不足する4両はより竣工時期の古い編成2本から出された。車種構成は、 全面的に変更され、ナンバーよりからもハ 1100K、MC サハ 1801K、奇数者、T サハ 1801K、偶数者、T からもハ 1101K、偶数者、M からもハ 1101K、奇数者、M から区波 1901K、19 T c とさ、サ、MT 比1、1の 3M3T 編成とされた。モハ1 0 1 k 1 1から1 0 4はモハ11001、 計一万千十五点一一零一七一万千十九点一一零二一もは千百一計千百一から千百八もは一万千百計一万千百五点一一一零七,七一万千百九点一一一一,一一万千百十三点一一一一五一万千百十七点一一一一九左は千八百一計千八百一から千八百八 はもは系1 11 11 1 0 0点1 1 1 0 6 1 1 1 0 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 8 1 1 1 2 0クハ1 9 0 1計1 9 0 1から1904。はもは1系11 11 11 1一計1万1 1六1 6 1 1 0 1 8 1 1二2 0 1 1 0 2二をそぞれ、主者とした。ナンバー 車体は、基本的に1万1 0 0 0系蛍光記の車体を流用している。ただし、各車とも、三菱電機 CU73 集中式冷房装置、冷凍能力4万2000キロカロリー、H が屋根上に搭載され、車内天井部に風洞を設置の上で、冷房化改造されている。このため、構え体内部については、重い集中式冷房装置を支持する必要から、 骨組みの補強工事が実施されている。小圧改造の際、使用機器類は、基本的に6100系、7100系と同系の機器を申請して交換された。主電動機は三菱電機メガバイト -3072B、主制御機は、バーニア制御を併用する日立製作所 VMC、HTB-20 ンを採用し、台車については、 電動車は7000系電動車と同一の民電空気バネ会社である住友金属用 f s 3 5号を新造した上で装着したが制御車と付随車については従来の FS319 から主電動機を外した上で装着している駆動装置については主電動機の変更に伴い11001系の中空軸平行カルダン駆動方式から 三菱電機製の WN ドライブに変更され、ブレーキも余る。D 発原生道府自動空気ブレーキから、電空動機がカンナ、HSC、D 発原生道府電磁直通ブレーキに変更されている。1973年に改造第一陣が、竣行し、同年10月10日の南海電機、鉄道鉄道線全線の昇圧と同時に、南海本線、和歌山高線、 南波和歌山港間の特急、四国号、急行で、再デビューを飾った。昭和時に行われたダイヤ改正で、和歌山港小松島港の航路が、全便カーフェリー化、2時間ヘッド化されたのを受けて、特急、四国号も2時間ヘッド化され、さらに南波和歌山市間に、全車自由席の特急が増発されて、それと合わせて、南海本線の特急が1時間ヘッドとなり、 従来通り、和歌山港より1から2両が座席指定車となった特急、四国号には線系が、南馬和歌山市間の自由席特急には本系列の、他、7000.7100系、下記は冷房車のみ、も充当された。これにより、下記の南海本線の特急は1974年以降、全列車冷房化された。また、朝夕ラッシュなど合間に、 四国号以外にも自由席特急や急行などにも日常的に充当された。九百七十四年十月二十七日のダイヤ改正で昇圧による運転速度向上が図られ、四国号を含む特急の南馬和歌山市間の所要時間は五十五分となった。線形は四国号、自由席特急、急行などの定期列車のほか、帰省ラッシュ時の臨時四国号、 春、秋の降落シーズン時の三崎号、夏の海水浴シーズン時のサマートッキューなど、全車座指定の臨時特急にも充当された。なお、帰省ラッシュ時に全車座席指定の臨時四国号が運転される時には、本来のダイヤで運行される四国号は、全車自由席として7000.7100系によって運転された。こうして、 関西四国間の最短ルートの一翼として使用されていた線形も1980年代に入ると車体の老朽化、車内設備の陳腐化が顕著になり始めていた。その頃特急、荒野号では新型の3万系が収益し、1984年に2万系の営業運転が終了しており、同世代の線形についても新型車への代替が検討されるようになった。 もっとも、全席座席指定の特急専用車である2万系とは異なり、1000系の場合、座席指定車と一般車が混在する運用に充当されていたため、単一系列での代替は困難な状況であった。そこで1000系の置き換えに際して、座席指定車は3万系と同一のリクライニングシートを備える、全面間通路付けの20メートル急車体に1000系の 主要機器を流用して組み合わせた1万系を新造し、1000系が担っていた朝夕ラッシュ時の運用の置き換えについては9000系を新造し、これにより余剰となった7000系、更新者7100系を自由席車として1万系と並結して特急運用に充当することなった。また、これらに加えて1000系の廃車で発生する FS355、 を、6000系更新車に転用することで、乗り心地の悪いパイオニア E いい台車の淘汰を図ることとした。1000系は1985年から廃車が始まり、同年11月1日に、特急、四国語が廃止され1万系、サザンがデビュー。1000系は、特急運用から離脱し朝ラッシュ時のみの運用となった。1987年6月28日に、 最後まで残った 1003F によるさよなら運転が行われ、同年7月に同編成は廃車され線形は形式消滅となった。本系列は廃車後、経年による車体老朽化のため、泉佐野市の業者に車体の未乗とされた1003.1903号車を除いて全車解体となった。一方、同様の車体スタイルで高野線向けの万は、 1997年まで自社船内で使用された後、地方私鉄2社へ譲渡された。南海鉄道南海電気鉄道において1000番台の形式称号を持つ車両としては、1924年に登場した電7型がモハ201型を経て1936年の出力別形式称号改正時にモハ10001型に改版されている。この初代も、 破線1型は1万1001系が1000系。改造される以前の1963年に全車廃車、形式消滅している。よって、この1000系は南海の1000系としては初代に当たるが、1000番台の形式称号を持つ車両としては、初代ではなく2代目となる。なお、統計式の全車廃車、形式消滅後の1992年に1000系が2代目。 個別形式としては3代目として登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。